そうですね、まあ早かったなという、まあ、いろんな思い出もありますからね、非常に早かった10年だったと思います。そうですね、僕も早かったなと思いました、ね、はい、えゲームジャズそうですね、まあ懐かしいこのポンと黄色ですからね、まあ、久々にぜひね、ご購入いただいて、まあ、昔のファンも、そして新しいファン持ってない可能性があるんでね、まあ、非常にいいユニフォームなので、はい、買ってほしいと思います。はい、多分これを着てた頃がジェフ一番元気があった頃だったので、もう一度ね、その頃の元気を思い出してもらえればと思います。はい、決まりました。一番印象深かったですか。まあ、試合でいうと残留した時のゲームが、まあ、印象は残ってます。はい、僕はナビスコ準決勝ですかね。阿部の PK ですか。あの時のこの阿部勇気コールというか、うん、PK 蹴るまでの本当、ね、何十秒かもしれないけど、すごい緊張感と盛り上がり方と、あれは非常に印象に残ってますね。頑張ってくれればそれそれでいいです僕もですか。いやいや、僕も何も、ね、言えることないですから、まあ、頑張ってほしいですね。まあ、選手だけじゃなくサポーターもいますからね、スポンサーさんもいますんで、それを背負ってね、頑張ってほしいと思います。